皆さんお疲れ様です。FM アキチャットの中村哲と。皆さんお疲れ様です。森谷慎一です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今日の動画なんですけれども、まずはですね、夏のコンペに、応募してくれた方、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。本当にね、コンペっていうのはね、やることに意味があるっていうのは言い続けてるんですけど、それと同時にね、すごい労力がかかることだと思います。で、なかなかね、コンペやるっていうのもすごく大変で、やってみたけど出せなかったっていうのもね、私たくさん経験があるので、その中でね、やりきってくれた方、本当にありがとうございました。ありがとうございます。改めてお礼を申し上げます。で、そのコンペに関してなんですけれども、ご報告したいことがあります。というか、謝らないといけないこと。があります、はい、で一つはですね、コンペ集まった作品を、拝見させていただいて、選出するですね作品を6作品というふうに、お伝えしてたんですけれども、3作品にさせていただきたいと思います。その理由はですね、想像してたよりというかその通りなのかもしれませんが、ちょっと、応募いただいた作品数が少なかったというところがあります。これはですね、ちょっと私たちのね、応募要項みたいなものに、あまり魅力がなかったのも理由の一つかなと思ってまして、本当にそこはね、反省することでもあります。賞金もないですしね、なかなかそういうコンペに取り組んでくれるってことはね、なかなか難しいのかなっていうふうに思いまして、私たちも反省をしてるんですけれども、まず選出する作品をですね、3作品にさせていただきたいというふうに思います。すいません。それとですね、もう一つが、もともとコンペのね、結果発表を、YouTube ライブで行うというふうにお話ししてたんですけれども、緊急事態宣言がね、伸びてしまったという経緯がありまして、YouTube ライブではなくてですね、動画で撮影をして配信をさせていただけないかなというふうに思っています。なので、結果発表をするのはですね、9月11日ではなくて、1週間ぐらいですかね、ちょっと伸ばしてもらって、9月11日にですね、私たちで動画を撮るので、1週間後ぐらいですかね、結果発表の動画は、そちらで、出そうかなというふうに思ってます。それも重ねてなんですけど、審査員3名ということだったんですが、私たち2人でやらせていただこうかなというふうに思っております。このね、夏休みの期間にね、少しでもこの FM アキチャットに時間を使っていただいた方、本当申し訳ないんですけれども、きっちりとね、作品見させていただいて、選ぶと同時にですね、選ばれなかった方にもですね、少しでもフィードバックさせていただきたいなというふうに思っておりますんで、概要欄にね、私の LINE アットのリンクを貼っておきますんで、そちらにですね、コンペ出していただいた方は、作品のシートを貼ってもらうのと、あとその出していただいた時のニックネームを記載して、私の方にご連絡いただければ、個別にね、いただいた作品に何かしらね、お返ししようかというふうに思っておりますんで、ぜひね、そちらも行っていただけるとありがたいなと思います。そちらはね、動画に上げるということはないので、ぜひ安心してね、ご連絡いただければなというふうに思います。何か補足ありますか？そうですね、いやコンペ、僕たちもこう主催者側になるとまた違う考えないといけないことだったりとかもあって、なんか自分たちの学びにもなりつつ、とはいえただこの出してもらった皆さんのこの時間だったりとかにしっかり応えれるように、僕たちの方でもメッセージなり、あと僕たちが持ってるできるアドバイスなどは全力でさせてもらいたいなと思っています。何か、これも僕たちもいい経験と思って、なんか次につなげていきたいなと思っているので、ぜひ応募してくれた方はまたこの動画を楽しみにしてもらいつつ、であと LINE アットなどでもコミュニケーション取れたらなと思っています。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということでね、本日の動画はね、短いんですけど以上になります。本当にコンペ出してくれた方ありがとうございました。ありがとうございました。次ね、いつこういったコンペね、やるか分かんないんですけど、もしねまた、私たちがね、これだったらみんな出してくれるかなっていうコンペがね、思いついたらね、また開催しようと思いますので、その時はね、ぜひ
よろしくお願いします。はい、お願いします。あとはなんかこんなコンペやってほしいだったり、こんな企画を開催してほしいみたいなことも気軽にリクエストしてもらえたら、僕たちの方でも企画などを考えていきたいなと思うので、ぜひその辺も教えてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。それではね、本日の動画は以上となります。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。